スウェーデン鉄道 X40 系電車とは、スウェーデン鉄道株式会社が所有する通勤系電車である。アルストムトランスポール社の開発した、近郊列車用標準規格、コラディアを採用した車両である。着席定員を確保するために2階建て車両である、コラディア、デュプレックス規格を採用した。2004年から2008年にかけて、 二両編成16本と三両編成27本の合計43編成113両が投入された。車体は27メートル級の普通構成で灰色に塗装されており、先頭部は流線型である。客用ドアは片側2つの片開き式プラグドアで幅を広く取り、ホームとの段差も少なくすることで乗降時間の短縮を図った。 このドアとドアの間部分が2階建て構造になっている。1等車と2等車に分かれてはいるが、どちらも座席は通路を挟んでにプラス2列のクロスシート配置で、さえはない。各座席には電源用コンセントが付いているほか、ラジオを聞けるようになっている。また、有料ではあるが無線 LAN を使用することも可能である。なお、2階建て車両であるが座席が2プラス2列で、 一般的な2プラス3列より少ないことや、低床車両であり床下への機器の設置に制約があり、客室内に機器を設置せざるを得ないために、着席定員だけを見た場合は、在来の車両よりもむしろ少ない。内装については荷物を置く場所が少ないことや、座席の前後間隔の狭さに苦情が出たが、これはハード面だけでの問題ではなく荷物の多い空路客を運ぶ。 空港発着列車に当ててしまう運用面、ソフト面での問題でもある。すべての車両に動力を搭載する。ただし一両につき二つある台車のうち、モーターを搭載するのは、動力台車は片方のみで、残りは、付随台車である。これによりどの車両においても、動力台車と付随台車の割合は1、1となり、車両重量の均一化を図っている。 モーターの出力は1機あたり4 0 0ットの大出力のもので、編成あたりの出力は2両編成で1 6 0 0ット、3両編成で2 4 0 0ットである。ありがとうございます。